東北を熱くすると愛されるチームを作りたい、それが私の仕事だろうと。ようやく皆さんのもとに帰ることができました。しっかり戦うことをここで宣言します。お誓い申し上げます。ありがとうございました。黙祷。私の永遠のライバル、ジャイアンツをしっかりと胸を借り、頭を下げてやっつけます。バッティングスピッチャーの交代をお知らせいたします。森本に代わりまして。全国の子どもたちに、そして被災者の皆さんに、これだけ勇気を与えてくれた選手、褒めてやってください。Thank you.
思い起こせば4年前大震災から私が就任しました。なんというか悲しいスタートでした。でも選手たちと共に東北の人たちをなんとか喜ばせよう、少しでも和まそう、そういう思いでスタートした1年でした。宙を回ったあのシーンを思い出します。あのまま本当に時計が止まってほしいと思ったぐらい嬉しいあの瞬間でした。本当に4年間短いようで私にとっては非常に長く感じました。特に1年目は皆さんと共に苦しみ励まし合い、なんとか生き抜こう、そういう思いで東北の皆さんと共に戦ってまいりました。選手たちがまた皆さんと共に夢を追いかける、目標に向かって前に進む、こういうことができました。ようやくスタンドの皆さんから激しいヤジが飛び出しました。私はこれが一番嬉しい。やはり皆さんが選手を育てる、チームを強くする、イーグルスの監督になって本当に良かった、最高に幸せな野球人生を送らせていただきました。また遠くから皆さんと共に彼らの目標をしっかりと応援してやりましょう。本当に皆さんありがとう。さよなら。これ野球やっててよかった、本当によかったと、とことんまで野球やっててよかったって、やっぱりずっと野球と恋愛してよかったなと、野球にもっともっと恋をしたいなと。